さあ、レベルが上がったみたいなんで、ちょっとこれまた使いましょうか。レビューをかなりプレイする必要がある。こっちにも使えるの？あ、必要レベルで解除されるんだね。どんな服でも似合うのでドレスコードが強化される。なるほど。こっち上げていこうか。じゃあこっちちょっと上げていきますね。はい、じゃあこれはそれで OK で、コラボをやりたいんだけど、コラボできる人が一人もいないというね、悲しい状態。ブラントンと話をする。チャット OK で、ちょっとお休みして、どうしようか。コラボどうやってやるんだろうね。コラボレーターを雇いたいんだけど、なんか買ってみる？今はいいやつがないからやめとく？トレンドだっつうからね。まだいけるみたい。じゃあいいや。とりあえず安いゲーム買っといてゲーム選ぶ。サマーラビットって、これ宣伝を頼まれたゲームはもう死んでますよ、完全に。で、アマチュアバナナ 3D も、完全に死んでます。これがまだ生きてる。ストリートラクーンベータ。コラボをした方がいいよね、多分ね。さあ、一回失敗したけど、なんとか最後までいけた。よし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 。電球の数がやっぱ足りないとギリギリだね。これとりあえず入れとかない。BGM がね、ギリチョンだったんですよね。あとは BGM を中心に、BGM は全部入れなきゃダメだね。もうとりあえず全部入れる。BGM 全部入れて、やっと超える。あ、超えたね。OK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 。で、あとこれ入れて、どうしようか、あと。最後がこれでしょ。だからこれとこれをつなぐやつといえばこれしかない。はい、ということでこれでいいかな。はい、全部超えてるね。はいはいはい、大丈夫だね。で、さらに良くするために、あ、音すごいね。これ音めっちゃ上げられるよ。スムーズな2やるより5やった方がいいのかな。あ、でも同じか。6上がるだけだもんね。じゃあこうします。ふう、スコアは、据え置きと。これパーティーがある。はい、じゃあ行きます。あるの、また広告が入ったよ。ハローを代表して本メールを送信します。 PC ゲームのミニチュア、ミニチュアハマー。はい、じゃあそれやっておきます。もういっぱい、もう忙しいね、これ。やることいっぱいありすぎて、もう。ディスコに行く服装がわからないんだけど、俺。イベントに行く。OK。承諾。はい。ゲームを送る。開く。さあ、コラボレーター探そうぜ。コラボレーターを探したいんだけど。プレゼントをあげる、踊る。デリックと仲良くなってみよう。カンナムスタイルをバンバン踊ってもらって、この次の段階まで行って、イチャつくはいらないんだよな。イチャつくじゃねえと思うんだけど。どうなの。イチャついたら、この上って言ったら恋人関係になっちゃうんだよね。まあ、ないな。まあ、だめ。役が間違ってるだけ。いや、この表情まずいだろ。どういうことだ。一回コラボレーターとして雇うって一回出たんだよね。一回だけ出たのよ、誰かで。その誰かが思い出せないけど。さあ、満タンに、あ、なった。やっぱ友達をマックスにしなきゃいけないんだ。了解了解。じゃあデリックを雇うね。あ、12位だった。すごいじゃん。546ドル払うの？だけだけど、ちょ。あ、いいよ。やるってやるよ。はい。もうか、あ。もう、強制的に。マイチャンネルにコラボレーターを1人得た。ボスとしての最初の仕事は、チャンネルに動画をアップロードするための全手順を教えることだった。だってもう12位なんでしょ？コラボレーターの力を借りて、チャンネルをさらに早く視聴。そうなの？コラボレーターを選んで動画を作るように頼もう。はい、わかりました。いや、これゲームプレイしなきゃいけないんだけど。いや、そんなやってる暇ないって。わだ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 。コラボレーターをクリックして。コラボレーターをクリックして。いや、今やんなきゃいけないの？動画を作る。ああ、これ自動でやってくれる
タイプか。じゃあゲームプレイやってもらうもん。ゲームプレイやればいいんでしょ。はい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 。自分だけで動画の作成ができる。あ、そうなの。あ、じゃあそれだったら楽ちんだね。はい、じゃあやってください。やってください。90時間しかないので早くやってね。有名なムービー抜粋。これ危ないやつだね。はいはいはい。さっさと作ってもらってだよ。やってるね。一生懸命やってるやってる。でもデリックはね、ほら金取られるけど非常にできる子みたいだから安心して頼めるね。じゃあまたミカエラちゃんとクララちゃんとの発展を発展させなきゃいけないんだけど、どうすればいいのかな。ちょっとミカエラちゃんはほっといて、クララちゃんを開拓しようか。今度はやっぱりなんかイベントに招待してもらった時にやらないとダメってことだね。お前いつまでかかってんだよ。何十時間やんだよ。おい、完成させた。はいはいはい。動画を見て、スコアを見て、宣伝。どうすんのこれ。これどうすんの。はいはいはい。おお、すごいじゃん。新記録が出てるんだけど。こいつに任せれば間違いないよ、多分。コラボレーターの動画の設定や使うゲームについては、自分自身が決めることを覚えておこう。コラボレーターをフォアやすことを忘れずに一緒に働くなって。あ、なるほどね。終わりました。じゃあ、これあげたら多分これが終わるんで。で、コラボレーターと一緒に動画を5本作る。これ作らせるってことだね、多分ね。OKOKOK。で、これ85ドル払って、コースを続けておきましょう。OK、うん、いい感じになってきたんじゃないの。だいぶ金も稼げるし、あとは編集ソフト買ったりする感じかな。さあ、やっとこさっとこコースが終わりました。で、私が気になってるのが、パソコン2個置けるって書いてあったんですよ。今のままだと共用じゃないですか。だから金はかかるけど、パソコンもう1台買ったりできるんじゃないかなと思うんだけど。さあ、届いた。バンバン新しい機材を導入。すげえ、3面モニター、かっちょええ。いいなぁ。俺も2面ぐらいにしたいよ。はい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 。バンバン届いてるよ、商品が。金をね、なんとかしないといけないので、このままじゃ家賃がマイナスになっちゃうんだよね。で、またコラボレーターに、こいつに作らせればいいのかな。あ、また離れていく。コースについて話す。こいつ働かせられないの。動画を作る。そう、動画作ってこいよ、お前。つか500ドルで払ってんだからさ。あ、そうか、500ドルと300ドル、800ドル残さなきゃいけないのか。そうだよね、超大変だよ。で、こいつをコラボした方がいいのかな。とりあえずゲームプレイでいいか。はいはいはい。ゲームプレイさせる。ウェブカメラを 2K になったの、ついに。すげえ、関係ある。あ、でこれ10もらえるからね、そうした方がいいよね。配置構成、フィルターはこのまま、はいはい、32に変わらないね。はい、オッケー。で、ちょっと作ってもらって、でも彼が作ってる間は私ができないんだよね。俺はゲーム選べるの。あ、ゲーム選べるんだ、一応。じゃあ同じ動画を同じ動画を上げるみたいな。ちょっと待ってね。コラボした方がいいから、動画でコラボ。はい、コラボ。動画を開始。2K、単一指向性をこれ、双方向性に変えて、コラボ。さあ、行くんだ。こいつ、何も仕事してねえんだけど。どういうことだよ。はいはいはい。じゃあ、ちょっととりあえず、こいつのあれを取っちゃったわけだからね。笑える挨拶、ちょっと取っとかないとね、最後まで持たないんだよね、これね。さあ、大体成功して終わりましたね。ただ、彼が動画を撮り始めてる。あ、今度彼の番になるわけね。OKOK。じゃあまあ、交代交代で一応できるんだね。了解了解。じゃあまあまあ、なんとかなりますね。さて、ギリギリ超えてるんだけど、ちょっとね、これが合わないんだけど、しょうがない。もう、どうしようもないみたいだから、とりあえず足りてないものをぶっ込んでいこう。まず BGM でしょ。あとこれオレンジのやつが足りてない。あとは伸ばせるやだけ伸ばした方がいいから、
黒でフェードアウト、13か、微妙だね。14になっちゃうもんね。9、5でいいか。じゃあこれでいきます。はい、じゃあこれで、最高点は出なかったものの、とりあえずなんとかなった。はい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 、 OK。 で、彼、これが終わるまで彼は取れないでしょ。修理して、ちょっと待って、お前帰るな帰りやがったんだけど、こいつ動画撮らないで戻ってくるよ。だってダメ、玉で、あ、戻ってきた。お腹つきマークが出て、この人が多分ね、今度編集するはずなんだよね。お前編集しろよ、お前、お前雇ってんだから働けや働けやって話だけどね。動画でコラボやっと働き始めた。でバン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 動画出していこう。96、まだこれまだいけるね。コラボ、2K、 そうだね、総合性、あ、塞がっているだって。そうか、それが終わらないとできないのか。やっぱりパソコン2台必要だね、どう考えても。で、このままだと大幅赤字になるぞ。月末8月29日じゃん、もうやべえこれ。ちょっと80ドルも払わなきゃよかった。これは大幅な赤字になるぞ多分。こいつがあんまり働いてないってのもあるけど、働かせてない俺の問題かもしれないけどね。またあれ来ないかな。コラボレーターに5本作らせて、お金が入るやつ来ないかな。オッケーオッケーオッケー、いけいけ。こいつすごいな、こいつ、こいつやばいんだけど。じゃあちょっと動画作ろう。動画でコラボ、はいはいはい、バン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 出していく、バンバン出していく。双方向性、はい、オッケー。いや素晴らしい、大成功だ、大成功。ほぼ全て成功したんじゃないの。春の子、あ、報告注文入った。オッケーオッケーオッケー、承諾。ちょっと待ってね。今すぐ送るよ。じゃこれちゃっちゃとやっちゃいましょう。これでしょ。じゃあこうしときます。あ、やばい、お金がマイナスになった。でとりあえずちょっと入れるだけ入れて、編集でなんとかなるかなと思ったけど、やっぱ足りないね、ちょっと。はい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 、新記録、彼1700とかの動画出してくるからね。そう、コラボレーターにもっと働かせないと。ちょっと映画まで行ってる余裕ねえんだ、ごめん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 。ユリアナちゃんね、はいはいはい。で、ちょっと待って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 、まずだよ、落ち着け、利己的なコメント、はい、いただいておく。まずあいつに働かせないと。あいつどこ行った、いたいたいた。こいつに、動画を作る、あ、コースを受講させることも一応可能みたいですね。これをゲームプレイをやればいいんでしょ。まず金のためにバンバン出してもらって、まだできないのかな、できるか、いけるみたいだね。多分これが終わるまで待ってくれるのかな。はいはい、オッケーオッケーオッケー。宣伝して、あ、宣伝はできない、あ、お金がないから、あ、なるほど。さあやっとこの人動画作るの終わったみたい。この人新記録をバンバン出すんだけどこの人雇って正解なんだか分かんないよ、金かかるけど。500ドルだから月4本ぐらい上げさせれば、まあ元は取れるっちゃ取れるんだけど、これが終わるまでは多分できないと思うんだよね。とりあえずコラボの準備だけはしとかないと。バンバン作ってあげないと金が続かないよこれじゃあ。ソフトも買わなきゃいけないし、いける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 ね、はいはいはい。じゃあ新しい動画撮ってきます、はい、コラボ、はい。さあまた大成功だ、ほぼ全て大幅に、あ、オッケーオッケー、あー、お金入ってきた。オッケー、はい、承諾で、これさえ成功させればだよ、もう多分最高記録が出るんじゃないかと思うんだけど、これさ、成功させるのがね、意外と難しいんだよね。これ2つ、さあどう頑張ってもこれ以上はできないので、とりあえずなんか入れとこうか。足りないものは多分ない、ああこれが足りてないね。これと、うん、さあコラボレーターの仕事をして、一気に金が入ってきましたね。もうなんか次々に人が去っていく。
イベントに行きたいけど、キャンセル。キャンセル。イベントに行きたいんだけど、ちょっともう寝ないといけないみたいなんで、ちょっと一回キャンセルします。で、お金の問題はだいぶ解決されてるね。あれが広告とかが入ればいいけど、入らないときは困るよね。あとパソコン2台目が必要だよ、絶対に。で、これ、320ドル。コラボレーターの金額700ドルだって、たっけ、めちゃめちゃ高えんだけど。ちょ、どうなってんだよ、お前。もっと、お前働かせないとダメだ、こいつ。こんな踊ってる場合じゃねえぞ、お前。動画を作る。ゲームソフト買わなきゃいけないんだっけ。まだなんとかなるな。じゃ、お前どんどん動画を撮れ。よし、行ってこい。そうか、パソコンを直さないといけないのかな、これ。直さなくてもいける?はい。で、俺はちょっと周囲に動く。で、ご飯食べて私も動画を撮らなきゃいけないという。さあ、動画撮ってる。で、その後買い物にまた行って、この人がエンコードする前にちょっと買い物して新しいゲーム買いましょう。アメイジングオンに行ってですよ。最新リリースで多分新しいやつが出てるでしょう。あ、いいやつ出た。PS、ハニー HP3 で。PS3 って書いてあるのに、これ、どこが PS、あ、プレイスタジオか。あ、なるほど。そういうこと。分かった。で、あともう一本ぐらい買っておく、予備で。ゲームは悪いけど、トレンドっていう場合もあるんだね。まあいいや、とりあえず大丈夫かな。はい。で、ゲームが届いたら、またやりますね。ちょっと睡眠しといて。はい、OK。あ、来ましたね。OK。はい、開く。で、コラボを撮る。あれ?どこ行くの?動画でコラボ。プレイステーション3。はい、OK。これね。新しい。ついに来ましたよ。プレイステーション3まで。塞がっているか。これが面倒だね。はぁ、ちょっと待ってなきゃいけないから、その間暇だからコースを開始しようか。何が最近足りてないかっつーと、また音、1日で終わる。あ、これいいね。初期の動画撮影。お、広告の注文が入った。こういうのバンバンやってないと金がつ、あ、270ドルか。はいはいはい。ウィーラバーシットってこれね、プレイステーション2だね。OK。PS2 だそうです。で、この人が多分動画を上げ終わったから、いいね、すごいんだけど、ちょっと。すごいけど、これ、金が上がってっちゃうんじゃないの、どんどん。まあ。これが、なんだっけ ?PS2 のやつだよね。PS2 ゲームプレイ。わかりました。PS2 のゲームプレイで、ゲームを選ぶ。さて、しばらくの間ですね、動画をちょっと作り続けておりました。そしたらですね、急になんかこのパソコンを新しく買うみたいなね、ミッションが追加されたんで、で、お金がすごいことになってるんですよね。いつの間にか50ドルになっちゃってるから、ちょっとね、上の階に行ってパソコンを設置しましょう。そうすると2台になってですね、もっと作業が効率よく行えるんじゃないかなと思いますんで、ここに、ベーシック PC をまず導入。よし、動画撮影のためのコンピューターの準備が完了した。最新型とは言えないけど、後でアップグレードできるからね。その後で使うようにするために動画設定セクションで、このワークステーションを割り当てた。ってことは、動画作るときにワークステーション2を選べるようになるっていうことだと思います。アップグレードもうさせましょうか。5000ドル近くあるから。多分、まあまあ、そこそこのあれにできるんじゃない?どう?また最初からなのかこれ。で、とりあえず全部買ってきますね。ブルー、HD、まず、いきなりあっちのパソコンと合わせることはできないんだね。てか、あっちの YouTuber にパソコン持ってこさせればよかったじゃないの。だって、俺よりすごい YouTuber を雇い入れてるでしょ。ヘッドホンも全部買います、とりあえず。あ、だいぶ余裕だね。余裕。で、今買えるものは全部買ったんで、とりあえず一回戻る。で、ついでにですね、開いたから、スパゲッティとか、ここら辺も買っておいて、はい。で、
IKEA だと思いますけど、これ家具とかも買えるみたいだね。なんか買っとく？バンバン買っちゃうっていうのはすごいけど、レッドカーペット、あ、マリオの棚とかよくない？なんかすげえバンバン買い使ってるけど、あ、サボテン、これサボテンダーじゃねえの？大丈夫か？スカイラインのレコード、なんかいろいろあるね。 PD ポスター、ビッグキルってこれあれか、キルビルの、キルビルのやつ。刀、ミニチュア飛行機、マトリューシカ人形、トロフィー、ボードゲーム、バスケットボール。これはやばいだろ。大丈夫なのか？メインクロフトのフィギュアって、これ確実にあれでしょう。危ない、危ないものが揃ってるね。ギリギリセーフなところが、一眼レフカメラ、一眼レフカメラとか使えないのかな、どうなんだろうね。あとは特にないかな。ステレオシステム、小さな家、まあ、こんな感じでいいかな。もうだいぶ金使ったんじゃない？あ、でもそんなんじゃない。そしたらこのコンポとかも買っとく。さあ、バンバン金を使っております。パソコンは見たんだね。コンソールはこれ買った方がいいのかな。 Xbox360 の次が出ると思うんだよね。まだ生産終了してないから買っておく。もしかしたら増えるかもしれないですね、動画のあのゲームがね。お金の余裕あるときにバンバン買うという。はい、でゲームを一つ見ておきましょう。最近買ってないんですよね。で、PSP、 高評価のやつがいいな、少なくとも。人気商品見てみて、こっちで見た方が早そうだね。出た、 Xbox360。 じゃこれ買う？フラッフィーゾンビだって。もう、ね、名前が全然合ってないんだよね。安くていいじゃないこれね。で、ゾンビのゲームなのになぜか飛行機というね。どういうゲームなんだろうね。BS もあるな。安くいいからこれにしよっか。今ね、10月18日なんだよね。1ヶ月ぐらい前に出たゲームなんだけど、それだったら10月6日に発売されたゲームの方が長持ちはするね。高いから、高いけどこっちにしとっか。サッカーのゲームみたい。ライアー・オブ・ザ・オイルって。どんなサッカーゲームなのか全く想像できないけど。はい、OK。じゃあ、下に降りてきてもらって。この人ね、あの、初級の実況と脚本ってこれ、本読んでもらってるんですけど、これが終わるまではね、何もできないみたい。次々に出ると思うよ、商品が。これ待機してないと。バンバン。こうやっていちいち動かさなくていいね、これ。勝手にハマってってくれるんで。はい、どんどん開いて。で、そういうことしてる間がもったいないから、あ、人呼ぼっか。今ね、この人忙しく、あ、踊ってる踊ってる。でもダメなんだよね、多分ね。ほら、何もできない。女の子を、クララちゃんとりあえず呼ぶか。クララちゃん呼ぶ。あと、あお互いするためにですね、YouTuber レベルが高い人、例えばですね、ここを見て、ランキングを見てですよ、今私45位らしいんですよ。だからこのエミリーとか、あれ？ちょっとミカエラちゃんって俺の彼女？ちょっと待って、ミカエラちゃんって、あ、違う人だ。違う人だ、違う人。違う人みたいだね。できればトップクラスの人がいいよね。あ、これ YouTube ランキングを見てみて、あー、もう入ってる、ネットワークに入ってる。こういう人は多分ダメなんだよね。調子はどう？はい、マシネマっていうね、海外には、まあ、あの MCN のでかいやつがあるんで、多分これそれ のパクリでしょうね。でトップクラスはやっぱ入ってんだね。入ってない人いる？入ってなくて狙い目な人。うわ、だいぶ入ってんな。てか俺だけじゃん、入ってねえの。入ってねえの俺だけじゃん、みんな入ってんな。さあ、買ったものがバンバン届いております。で、一応回復したんで、動画でコラボしようと思ってて、で、待ってる時間もやっぱもったいないですよね。あ、ゲームがまだ来てないんだ。ゲームがまだ来てないらしい。あ、これまだいけるね。あの、このレーシングゲームコラボしてもらって、
あ、動画が上がったみたい。あ、これ、コース終了したんだね。オッケー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 。じゃあ、これで終わった。この人は、どっか行っちゃった。あ、ついに。来たよ、いろいろ。あ、マリオのあれね。ドンキーコングじゃないかな。サボテンダー。あ、その上。だんだん部屋が充実してくる。キルビルのポスターで、マイクラの人形のとこに、あ、こっちに行っちゃった。はいはいはい。双方向性にして、これにしましょう。で、ここで多分選べるんでしょうね。ステーション2にすると2階の方のパソコンになるっていう感じだと思います。開く。コンポ。もういいね、いいね。これは Xbox ね。はいはいはい。で、最後かな、これが。これはゲームソフトね。はいはいはい。じゃあ、今日は動画撮っちゃいます。さあ、動画の作成は終わりました。なんかピンク色になってるね。やっぱりちょっとね、あの、カードのあれ、数字がでかすぎるみたいで、バンバンいいものを使っちゃうと、リアクションを使っちゃうと、後半、これもう死にきるともになっちゃったんですよ、ほら。もうね、終わりがないの。だから、やっぱりセーブして使った方が最後を目指した方が得点は高くなるんじゃないかなと思いました。中央でどうしようか、これ。こんな感じで、もう適当にやっていくしかないか。こうするしかないね。超えてないものはとりあえずないんですけれども、多分これだと点数が下がっちゃうんじゃないかなと思います。今35あるんで、一番高いこれと、これ入れて残った、あ、これもちょうどこれ3つで十分か。ちょうどいいね。はいはい。多分ね、これじゃ新記録、あ、新記録出た。シリケートンポラの新記録出ちゃったよ。大丈夫かね。あ、いやいや、はいはいはい。じゃあ動画を公開します。はい。こっちの人の方がね、レベルが高いみたいなんだね、やっぱりね。なので、ちょっと動画を作ってる間に、睡眠とってまたご飯食べて、で、この人は動画で、コラボっていうのをこの人とさせることはできないんだ。じゃあ動画を作った方がいいよね。はい。で、新作のゲームが手に入ったから、ちょっとこれを第一印象とかやった方がいいのかな。ちょっと第一印象やってみようか。この人レベル高いし。はい、ワークステーション1の方はもう終わってるんで、もうこれやっちゃいましょう。これで3にして、自動でやらせちゃう。はい。で、こっちのパソコンの方がやっぱいいので、うん。やってもらう。あれ？動画を作る。あ、間違えて自分でやっちゃったのか。まあいやいや。じゃあ、こっちの人は、売れ線のゲームはやっぱこれしかないね。いきなりゲームプレイをこの人は撮ってもらって、今回のワークステーション2を選べば OK なはず。わあ、全然もうパソコンの性能が違いすぎる感じだね。まあいいや、しょうがないので、こっちを使って、どれぐらいのスコアが出せるかやってみましょう。やってもらいます。はい。OK。じゃあ、あ、埋まってるんだ。そっかそっか。違うゲームを手に入れなきゃいけないっていうのはその点にあるわけだ。かぶっちゃうもんね、これだとね。しょうがないっちゃしょうがないけど。じゃあ、新しいゲーム機を探した方がいいかな。宣伝。ゲーム機じゃなくてゲームね。で、あと、携帯電話を買ったら、ハッシュタグが使えるようになりました。ただ、これ210ドルってもう相当高いんですよね。だから今ね、ちょっと、これを使わないでしばらくやってたんです。だからお金がめっちゃ貯まったんですね。なんで、この伸びがね、鈍化する、もういつの間にか50万超えてますからね。この伸びが鈍化するらしいんですけれども、長い目で見れば使ってた方がいいみたい。短期的にお金を貯めたい場合は使わなくてもいい。使わない方がいいんじゃないかなっていうのが個人的な感想ですけど。